高い、高いね。9度じゃないよね。ないっしょ。弾道が高いのは、はいはい、昔から？いや、どっちかっていうと低かったですね。へぇ、クラブ変えてから高くなりました。へぇ、前からその9度は変わってないんですか？変わってないですね、9度です。へぇ、すごいね。9度の中でゴロしか打てないイメージだよね。わかるわかるわかる。ちょっと自家ドラぐらいの感覚だよね。上がるの、うん、ヘッドスピードとか、ヘッドスピードが速いと、はい、高く上がるのかな、うん。はい、ゆっこがヨネックスのメンズのシニア向けのクラブ最新ですね。発売前に試打します。フレックスが 11.5、 シャフトが R です。なんか全然違和感ない、違和感ない。おー、いいじゃん。いい、自分のより飛んでるんじゃない？バッチリよ。いい、どうよかったのよ。初めてだと思えない、ね、いい感じの、ちょっとプッシュから戻ってくる感じで、うん、いい。あ、でもしっかりしてるよ、うん、結構、うん、しっかりしてるよ。おー、ナイス。全然いい球。はい、新しいクラブ、はい、打ってみましたがどうですか？良かった。良かったね。すごいナイスでした。初めてヨネックス打ったんですよ。で、あの、構えた時なんか私はフェースが少しちょっと開いてるっていうか、なんか被ってるか少し開いてる方が好きなんですよ。で、これ少しフェースが開いてるんで、うんうん、引っ掛けなさそうっていう、おー、気持ちが、気持ちが思いっきり振れるなみたいなっていうのになったか、私は良かったね。ちゃんと真ん中になってた。ほんとだ。真ん中ちゃんと当たってる、うん、あとなんかね、右に行ったけどめっちゃ初速が早かった。そう、なんかボーンっていう、あ、これもっと左に振ってってもいいかもっていう感じ。そうそうそう、思いっきり振り切れるね。そう、逆に私はちょっとヘースかぶってるのが怖いんで。なるほど。そう、なんかちょっとよかった。これは打ちやすかったです。ここはちょっと分厚いのかな。そうね、分厚いね。でもなんかあの変なさ、うん、線とかないんだ ね。なんかシンプルですね、うん、シンプル、うん、いいです。上から見てもすごくシンプル、うん、若干ちょっとこうフェースが開いて、こうかぶってはいない。好き好き、いい感じです。プロこれ、こういうまあディポットであんま多分踏まないので、はい、とりあえず綺麗に当てられるように、少し1個上の番手持ってもいいかもしれない。ちょっと短く持ってミート率を優先にして。なるほど。うまい。おお、すっごい、しっかり左に。ナイスオン。きれい。軽く。ナイスミート率ですね。何が出てきた？ボンブリだ。まさかの。私もこの間ミミズ出てきたよ。打ったら。びっくりした。まさかのボンブリ。ちょっと右だけど、ま、安全、安全です。安全です。安全安心。よければワンパット、はい、絶対ツーパット、3パットフォーパットあかん。プロの平均のパットのストロークって何なんですか？ 1.7。 わお、 1.78 だって。やばくない？すごっ。これちょっとわかんないですけど、ね、あ、だいたいだいたい、素晴らしいね。素晴らしいね。2を切ってるんですよね。
そうだ、ショートパットのね、パターの練習方法ってなきゃ。あ、そうだ、あ、聞こう聞こう。おお、うまいんじゃん、ゆっこ。悪くない。うまいよ。悪くないです。しっかり打ち込めてるよ。やりますね。うん、もうちょっといけたら。何今の見方。ちょっと一回やって、今の見方。あって、見えないじゃん。リアクションが可愛すぎるよね。最後意外に右に切れてった。少し距離あるパターの時って、はい、なんか、なんだろう、痛いんですか。はい、どう、な、何をつけるの。だいたい辛いの時は3つに3分割して、へぇ、これくらいの、これくらい、ここからだとこれくらいの、ここからだとこれくらいのイメージを切ったら、あとはもう距離感は半分割。3分割、3分割をして距離感をしっかり出していく。いいんじゃない？タッチはいいよ。おー、ナイス。ゲーよー。うん、ナイスイン。うん、ナイスインです。どうだった？3分割。あのね、イメージしやすい。しやすい？イメージしやすい。はい。あ、なるほどね。いつもなんかボールの位置からしかあんま見てなかったんで、ラインとか、うんうん、この辺でこう曲がるかなっていうイメージが本当につきやすかった。うん、なんか、はい、スタート地点は残りでもパットに近くについてグリッとかってよくあるじゃないですか。ありますね。はい、そういう時は結構役に立ちます。左に入るとこれくらい曲がって上りだとこの辺が悪いんです。実際はちょっと立ってみないとわかんないもんね。はい、そう、あれそこから下ると思ったのにとかよくあるあれそこからあ登ってたのみたいな。そうそう、ありますね。あ、一回カップまで行って、はい、ラインを読むっていうのが、はい、丁寧に、ね、大事です。はい、パターやっぱ丁寧にやった方がいいストローク。ないしょー。いい方向。ドン。あー、あー、すごい。お、おー、戻んなかったら超デッドでしたね。ね、結構帰ってきちゃった今。結構帰ってきちゃったな。戻ってきましたね。すごい。ナイスオン。ナイスオンです。乗る乗る、うんうん、オッケーオッケー。よし、そう、ピンでキュッキュッと回るボールがたまにあってもキュッポンと戻ってくるの、それやっぱりヘッドスピードですね。そうなんだ。ある程度距離がないと、はい、短い距離ではちょっとそれは、あ、そうなんだ。サンドウェッジで60ヤード以上、はい、だと戻ってくるのが戻ってきやすいです。もしも、なんかいつかそういうの打ってみたい。やってみたい。やってみたい。できるのか。ゆっこのバックスピンができる日を夢見て。そう。え、戻る？戻る？よっぽどだよ。なんかバンカーとかでめっちゃ薄く入って戻ったりとか、そんなになんかウェッジでフェアウェイから打って戻るのはもうほんとよっぽどなんか、なんかすごい切れた時。切れた時って感じ。へー。切れた時で思い出した。は。実は、うんうん、彼女のお父さんは、はい、卓球のコーチです。どこでリンクしたの。いや、卓球のカット。あ、カット、なるほど。で、
卓球とゴルフって関係あるのかなってちょっと聞きたくて。卓球しますか？ちなみに遊びぐらいでしますね。え、普通に打てる感じですか？ラリー普通に打てます。へえ、普通ですよ。ポンポンポン、だからこういうのじゃなくて、こういうのじゃない、あのこうやってパンパン、あ、ちゃんと、お、すごい。卓球とゴルフってどうですか？結構リンクするとこあります？でもカットしたりするのは結構似てるかもしれない。あ、開いてカットに打つとか、あとあのピッチエンドランの転がすアプローチとかは結構ドライブ、ドライブっていうか、まあ、イメージはそうなの、結構転がしていくんで、巡回転のイメージは似てますね。お父さんとか結構ショートゲームうまい、うまいってボールの回転考えてる、はい、ああ、やっぱそうなんだろうな。結構やってます、ね、やってる、はい、もうカットでみたいな、はい、カットでやってます。へえ、やっぱそうなんだ、ちょっと関係するんだね、うん。伸びろー、切れる、結構切れた、ナイスパー。どうしたどうした、めっちゃ速い、どうした、いや、めっちゃ速かった、うまい、ピッ、OK よ、さすがにパッと打てる、さすがね、うん、どんまい、どんまい、どんまい、パッとはね結構下りがね、結構ね、思ったよりがビューって言っちゃったね、気をつけてね、うん、思った、また落ちちゃう。左サイド大丈夫ですね。今のは、はい、引っ掛けました、はい、そういうこともプロにもあります、はい、引っ掛けました。だけどまあミスだけど、はい、パー5なんで大丈夫、そうですね、やっぱパー5のああいうティーショットのミスとか、まあセカンドでうまくフェアウェイ戻してみたいな、そうですね、あと距離がないので、うんうん、大丈夫です、大丈夫です。18ホールね、全部気持ちもうなんかフェアウェイキープっていう方が難しいよね。そうですね、難しいです。いいんじゃない、いいナイス、あれちょっと好きちょっと好きちょっと好き、また好きになっちゃった。心パイセンもヨニックスです。おー、ナイスショー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいよ、このクラブ。おー、おー、すごい、お、お、コンクリートを渡ってきました、すごくない、ね、芯に当たった時に打感がいいですよ、ね、いや、めっちゃ良かった、こっちの2人ともいいってすごくない、ね、普通さ、初めてのなかなかさ、うん、なんだろうね、初見でさ、そう、両方チーム違うしさ、違うしさ、誰でもまっすぐとこくらいね、いや、今めっちゃ良かった、来たね、ちょっと好き、ちょっと好き、ちょっと好きなんといいクラブなんでしょうか、本当にすごい、すごい、 いいね、この機会なかったら多分ヨネックスやることなかった、そうだよね、なんかやっぱテニスとかさ、そういうイメージがあって、ゴルフクラブハテナハテナって思う人もたくさんいると思うんですよ、うん、テニス部だったんで、うん、ヨネックスのラケット使ってたんです、使ってた、はい、それぶりにヨネックスに再会何だろう、こう打感の、はい、そうでした、うん、そういうイメージだったんで、うんうん、クラブってなった時に、うん、じゃあもうちょっととりあえず打ってみようかみたいな感じで打ったら、うん、意外とすごい良かったんで、うん、特にドライバーが良かったので、うん、ドライバーはすぐ変えることできました、うん、へー、じゃあもう何の練習をたくさんしてやっと変えたんじゃなくて、はい、うん、すぐいきなり、はい、合うなみたいな。でもなんかそれが分かるね、うちらもさ、いきなり打ってさ、はい、えって感じだよね、あ、え、はい、いい
ちょっと好きって言ってゆっこが打ちます。プロ、これはまあ木が邪魔なので、木の上かちょっと右、木のちょっと右かちょっと上。この高さ出る。ナイス。ナイス。やっぱしっかりしてるよね。ブレない傾斜でも。全く。つま先下がり、だんだん頭が高く。ね。ちょっと開いて上からドン。こっちだから入りましょう、うん、はい、つま先下がりでちょっとフェース開くと結構勇気いるいる今フェース開いたんですか。はい、少し開いた、今何番ですか。ちなみに8番です。8番、はい、いやあの高さ行くんだと思って、ね、高かったですね。はい、ナイスです。ナイスです。でゆっこさん、先ほどのですねドライバーの情報についてちょっと ありましたので、何ですか、話していきたいと思います、はい。テニス、バドミントン等でも使われる新素材、うん、Nアムドを使用したカーボン複合ヘッドと下の溝のたわみによって飛距離アップを狙ったドライバーです。へえ、あ、ちょっとたわみがあるんだ、うん、へえ、どうぞ。そうなのっていうヨネックスのねテクノロジーはね、そういったところが、うん、でも結構あんまりなんかそんなに重くないんですよ。そうだよね、うん、だから多分、うん、ちょっと結構触れてきたなっていう女性合うと思います。で簡単に飛距離が伸びそうで、そうだ、ね、単純にやっぱシャフトも多分少し長いと思うんで、おう、そう、単純にちょっと遠心力タイミングで触れそうですね。うん、触れそうで一回チャレンジするといいかもしれないです。おすすめですか。全然女性でも使える、うん、本当不思議。はい、フェアウェイにしっかり戻してきました。うん、完璧、完璧だ。うん、ナイス。ナイス言われ慣れてますよね。慣れてるね。ツアー行ったらさ、うん、もう遠くからでもないっしょって。そうだよね。入れとかね。うん、さあ、ゆっこちゃん、三打目です。おお、ゆっこいいじゃん。いいよ、乗ったよ。ナイスオン。よくあのバンカーを気にもせず、いや、行きましたね。気になってますよ。気になってました振り切ってましたよ、しっかり。負けるかって。負けるかね、はい。気持ちが大事でね。気持ちが大事。なんかあんまりボールもラフだったけど、全然浮いてたんで、うん、これは平気だと思う。でもさ、あのバンカー見たくない？見たい。見たいよね。見たい。チャリン。ということで、やってもらいましょう。おー、すごい。今までその試合で、はい、うわー、このバンカー入ったかっていうなんか思い出あります？あります。あの、絶対言うたらダメなのありますね。どこですか？東急セブンハンドレット。あー、セブンハンドレット、ち、あれ千葉です。千葉ですよね、うん、あの最終ホールなんですけど、はい、もう本当に壁なんで、へー、最悪ですね、入ったら。で、入りました。入りました。さあ、セオリーあるピンが見えない状態のバンカーですが、意識することってどういったことですかね。とりあえず思いっきりフェースを開いて、うん、上からドーンと、上からドーンと、上に上げてドーンと、ドーンといく、はい。
うまい。やばい？やばい？やばい。やばい。ちょっと見に行こう見に行こう。さあさあさあどんだけ寄ってるか。そうでも。いやめちゃ寄ってますよ。ピン見えないからね。じゃーん。ここまで寄ってます。でもやっぱ躊躇なかったね。ここはパターで行くんですか？パターで行きます。うん。理由は何かあるんですか？そうでもなかったのでこの辺が。大体この辺で判断するんですけど。うんうん。結構薄いので。うん。同じような。はい。うまい。あ、いいね。もう必ずオーバーしてくる。確かに。もう必ずだもん。ショートすることがね、ほんとない。ゆっこはすっかりヨネックスのパターを気に入っているようです。いいんじゃない？うん、オッケー。ナイスパーよ。すごいじゃん、リカバー。うまーい。そんだけオーバーしてからの返しのうまさ、ね、返しのうまさやばい。安定。もうなんかあれぐらいオーバーして、うん、全然平気ですポーンみたいな、うん、やっぱパター得意、うん、もう分かるね。本当に感じます、うん、痛い見習おう。見習います。練習です。はい練習あるのみ。そう、パター練習するときって、はい、何をまっすぐ、まあ、芯にちゃんと当ててるかどうか、うん、うん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 っていう、なんかそういう確認できるようなボールとかもあるんですね。重いボールみたいな、あ、そういうのもあるの。ちょっと芯外すと、はい、全然違う方向に転がっていくみたいな、そういうので確認したり、はい、あのレールがあるんですよ。ああ、なんかパッティングレール、うん、そこに置いてその上でしっかりストロークできてるから、あ、曲げるとレールが外れちゃう。それね、そう基本的にそれができれば、まあ、あとは振り幅の問題で距離感とライン、はい、芯にやっぱちゃんと当てることですよね。いや、そのボール気になるな。